型紙を使って簡単に作ることができる四つ葉のクローバーと三つ葉のクローバーです。説明欄の URL から型紙をダウンロードして A4 にプリントアウトしておいてください。用紙は八つ切りの色画用紙を半分に切って使いました。四つ葉の作り方です。型紙のいらない部分を切り取っておきます。これを色画用紙と重ね、白い折り筋にかからないように一箇所ずつホッチキスで留めていきます。これを大まかに切り分けて折り筋に沿って折っていきます。斜めのところは半分ずつ折ります。片方を折ったら裏返して折ってください。かなり分厚くなっていますので、ハサミの奥の方を使って外側の線に沿って切っていきます。これを開くと四つ葉の形ができています。硬くて切りにくい場合は4つに折ってハート型の形になったところで切ります。表からも裏からもハートの形が見えるので、切りやすい方から切ってください。刃の真ん中の筋が折れていないので、切ってから折り目を入れましょう。これを開くと、同じように四つ葉の形になっています。三つ葉も同じように作ります。まず、型紙の外側を切って、画用紙と重ねたら、一箇所ずつホッチキスで留めます。一つずつ大まかに切り分けてから折り筋に沿って折ります。四つ葉とは違って折り筋が斜めになっていて三つ折りになります。外側の線に沿って切ると今度は三つ葉のクローバーになります。葉っぱの形ができたら白いクレヨンで模様を描きます。真ん中のあたりにだいたい3本ずつぐらい円になるように中心に向かって描いていきます。四つ葉も三つ葉も葉の枚数が違うだけで描き方は同じです。八つ切り画用紙1枚でこれだけの葉っぱができました。たくさん作って花と組み合わせクローバーの野原を作りましょう。